おぉ、来た富安 <laughs> そりゃそうよ。やる男の顔してるな。来ましたね。いやー、マジで。いやー、めちゃくちゃ燃えるな、この展開。ロンドンダービーで追いかける展開で、富安ジョルジーニョ交代なしなのもね、これ相当やりやすくなると思うな。一番テンション上がってるかもしれない、今季。で、マガリアンが外取ったから、富安が中取って、ほ、ま、ら、あ、ジョルジーニョとね、ジンチェンコの時と違って、ポイント被んないからね、ちゃんと。 同じエリア取んないから、ほら、二人でほらずれても、いいよ <laughs> やばい、自分のチームの試合ぐらい集中してみちゃってる。こういう時のね、球質がジンチェンコの方がいいからね、ら可視化できるオンザボール能力がジンチェンコの方があるから、そっちを重要視してんだろうなって思いますね。それでも、受けちゃいけないところで受けると、ね、富安がめちゃくちゃ下手だったらそれしょうがないんだけど、ジンチェンコはそこ95点だとしたら富安が75点はあるから、50点以上あればいいからね、ねみたいなサッカーで言うとね。 問題ないというか、むしろこっちの方が。ポジショニングの質の差で、富安100点出した人ンコは70点ぐらいだから。あと、守備力はね、もう、富安の方が高いじゃん。これは、富安がトップ下に行,く行ってるんじゃないか、これ。そうだよね。この状況だと。いいね。1個奥開いた。富安が引っ張って。富安のニアゾーンなんで1個奥開きました。さあ、後ろ作ってあげたい。いいぞ、富安。うわ分かってる、富安。いや、富安、裏ケア完璧。おおパールなしで奪ったよ。現場に見えない側のとこついて。<laughs> まあ、スタイリングからやってきたからな、さっき。 トミー来たらパスぐるぐる回るやん。いやそうなんだよ。ポーショニングバロンドーラーだから。散々レオさんがってきたトミ待望のすぐ証明されてます。そう。フラそうよ。レオザさんが言ってんだトミーのとこじゃないナイス <laughs> ナイスです。トミから、いやコーナーじゃないのっていう。いや、あの角度審判官見えないからな。いや、あの、あれはライスがこっから降りてくるから、トミが代わりに上がんなきゃいけないんだよ。 ナイスが、もう、下がんないで来てくれるあそこ、ヤ安取るからさ。ナイス降りてこれないよ、フォワードしは。<laughs> いいかもね。で、めっちゃ守備してくれるフォワードみたいなね。ヤ安、いなきゃいけないとこいる能力高いから、必然的にインサイドハック取るんですよ。そうそうそう。ナイスは痛いところにいちゃうから。からジンチェンコもそうなんだよ。で、ジョルジーニョとか、あの、富安はいなきゃいけないとこにいるっていう。富安と、ジンチェンコの間ぐらいだけどね、ジョルジーニョ。なんか、富安だともう、そっち側に蹴られても絶対裏ケアしててくれるって安心感すごいね。 絶対裏取られないだろうな、みたいなさ。はい、蹴ってくれました、みたいな。いや、富安さすがだね。ボランチ入りながらそのまま裏ケアしてセンターばっか入って、自分空いてたポジションに曲がらんずれてくからそこちゃんとコーチングして。マジで富安外さない方がいいよな、スタメンから。そうそう。で、ここで富安がインサイドハーフいるから、外空いて、そう、こうなるんだよね。いや、素晴らしいな。今のところ、今の富安いったところ、ライスでよくねっていうね。<laughs> 富安もうまいからよくやってくれてるけどさ。 ほら、こうなるんだよ。ほら、これただウィング貼ってって中に人いるだけじゃん。で、そこにちゃんとね、ライスが降りてきちゃうから、富安はいてくれね。ジンチェンコはいてくれない時多いんだけど。これでいいんだよ。今の富康全部最高だった。あれ、サイドバックであの位置取ってあれできてさ、その人、だからディフェンスできるカンセロみたいなことになってる。最強じゃん、それ。一言ばして富安行ってもいいんじゃないいや、素晴らしいなお、おい。うめえ。富康は頭いい。いや、今のね、リスクかけていいとこだったもんな。この状況、俺出したらイチャイチになるみたいな。 外と中でうわ完璧な対応 <laughs> すごい今めっちゃすごかったね、普通に。いやー、この試合、なー、勝ってほしいなー、ヤ安のためにも。こんないいプレーしてんのにな怪我回避の途中出場はないと思いますね。なんでかっていうと、途中から出して怪我されると、ゲームプラン狂うから、最初から出して怪我した方があのゲームプラン修正効くから。怪我しやすいからそれかばって出してないみたいな説有してるけど、あれは基本ないと思う。いやー、冨安、前半から出てたらなー。 攻撃でもディフェンス重要ってことは分かりました、まあ、それもそうだし、普通に冨安入ってからみんなポジショニングストレスなくなってるからいいサッカーになってる。アーセナルは冨安使った方がいいっていうのがもう証明されたからもう、もうロジックはもうずっと言ってた通り、ジンチェンコだと取っちゃいけないポジショニング取っちゃうし、まあ、守備のところはまあ当然冨安の方がいいしみたいな。それはもう前半と後半で明らかにね、ただあの、アルテタの中でどのポジション取ってどういうサッカーするみたいな、そのアルテタ自体が設定してる原則だったり、言い悪いのは判断するところ、 そこがずれてたらこのまま変わんないんだけどね。こんだけいいプレイしてもスタメンじゃないのはもう遅刻してる説だからね。富安がもうルカクみたいにむっちゃ移籍したがってたか。ジンチェンコの方が富安のいいところは足元の柔らかさとかタッチの柔らかさですね。ボール触りまくるんだったらジンチェンコの方がいいんじゃない触るだけだったらね。だからスキルがあるのが富安、テクニックがあるのがジンチェンコって感じです。 「突き出す拳で進める冒険」「自己にハロー、l o 味に倍合い言葉に僕らかわすハイファイブ」